どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してまいりましょう。今日はですね、朝一でとんでもないニュースが飛び込んできまして、なんとあのエレキギターの世界をガラッと変えたというもう革命児、神様バンヘイレン、エドワード・バンヘイレン様が、天国に召されたというニュースが飛び込んでまいりました。もう僕も中学生ぐらいの時もものすごくね、もうガーツなんとなってですね、まあそういうわけで今日はですね、ドン、バンヘイレン追悼、ジャンプ、この曲をウクレレでやってみようと、急にもう思い立ちまして、もう今日やるしかない。ありがとう、バンヘイレンという思いを持って届けたいと思います。ちなみにあのフレーズやりますよ。難しいけどこのフレーズ弾きましょう。これ後半の方で濃厚に解説します。いつものように2バージョンプラス1バージョン、最初のバージョンは超初心者さんもできる超シンプル簡単バージョンをゆっくりやります。この曲ね、入門コード5つなんですよ。はい、初心者の方でもできると思います。とにかくやってみましょう。はい、で次のバージョンはかっこいいバージョン、8ビートのノリのいいバージョンにシンコペーションを入れたリズミカルなバージョンをやります。最後のバージョンは今やったあのメロディー、あれリフなんですけどね、あれでちょっとチャレンジ企画でやってみます。できるかな、ちょっと難易度は高いですけど、今日は特別3バージョン、バンヘイレン追悼スペシャルということでやってみようと思います。さあ皆さん音楽始めましょう。聞くのも音楽聞くのも最高だけど、やる方が最高なんです。ウクレレや始めたその日の人もねできるんですよ。とにかく簡単です。ガズレレ方式に従ってやったらもうどんな方でもあれよあれよとできるようになります。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先に沿ってずっとウクレレで YouTube 動画見ながら触ってるだけですぐできるようになります。それでは皆さん、いってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこに今までガズギター取りためたあらゆる音楽ジャンル1400曲以上の超簡単ウクレレレッスン動画があるので、これから音楽聴くからやるに変えてまいりましょう。それでは、バンヘイレンのジャンプ。まずは超初心者さん向け簡単バージョンやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。できました。もちろん今のはね、ほんと最初のところの入り口だけなんですけれども、これだけでもね今日は弾きたい、そんな思いの皆さんぜひやってみてください。まず基本はこのこれなんですよ。これもうこのメロディーを口ずさむだけでね、なんかこう元気湧いてくる、大いに歌ってまいりましょう。はい、そしてですね、今のね演奏ガズレレ YouTube の見てもらって、なんとか一緒にできたという方、紙に書いたりなんかこうプリントアウトをして、今度ご自身だけでやってもらいたいんですよね。でもちろんこの曲ってもっと長いんで、フルでやりたい方もどんどんこうコードを書き足していって、ご自身だけのね楽譜を作り出す、のがいいと思うんですよ。そしていつもですねこんな感じでガズさんこれを見ながら演奏してるんですけど、こんな感じですね。今日英語の曲ですからね、一応ね、この絵も早口で詰まってるんですけど、これを見ながらやってるんですけど、今ですね、このガズクラブというシステム、サービスが始まってまして、このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のジャンプを含む、ガズが今まで取りためてきた膨大の数、もうね、ガズクラブないだけでもね、1000曲近くにもなってますね。その中から毎月5曲、皆さんの好きな曲をダウンロードしていただけるという画期的なサービスです。今もう、500名以上の方がご活用いただいて、もうね、ほんと大変有用なサービスだと思うんですけど、しかも、
このね、ガズクラブは楽譜のダウンロード以外にも毎月2回行われているガズレレオンライン限定ライブ配信、これめちゃくちゃ盛り上がるんですよ。次はこの日程でアニソン特集やります。これも絶対間違いなし盛り上がること。世界中からのアクセスがあるんですね、オンラインですから。そこでもね、オンライン上でわーっとみんなで何百人でセッションする、この快感ぜひ皆さんも味わってください。そしてこのガズクラブでは非公開の SNS があって、そこで毎朝7時にガズがラジオ放送、ガズラジ放送しております。このガズラジもね、聞いといた方がいいですよ。もうめちゃくちゃいい話ばっかりしてますからね。もうあとはそこの SNS 内でいろんな質問に答えたりやり取りしたりだとか、皆さんの演奏動画をアップロードできる場所も2カ所あったりとか、だいぶクラブ活動も盛り上がってますんで、ぜひ皆さんご注目ください。さあ今日映していきますけど、見て、今日最初のちょっとね、最初にやったデモ演奏、これをやる後で解説しますね。これイントロフレーズですね。で、今やったシンプル簡単バージョンは、このコード進行はこのコード進行でやっといて、ここから歌が始まって4つ弾きです。はい、ありましたよ。で、ここくるっと囲ってるでしょ。これはね、中、2番目にあるバージョンからこのかっこいい弾き方に変えていきますということですね。今のシンプル簡単バージョンは上のなんです。こんな感じ。結構、洋楽なんですけども、コード進行はものすごい今ね、見てもらってわかるように簡単ですからね、取り組みやすいんじゃないかと思います。サビまでだったらね、いいと思うんですけど、ここら辺の B メロ、なまじゃ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 、この A 早いところがね、ちょっと難しい。すげえ、相当早口流れるようなところなんですけど、はい。で、ここいろいろちょっとこう、なんかいろいろ書いてあるでしょ。これね、これも2番目のバージョンからこのリズムを使う。ここはかっこいいんですけど、ちょっと難しいということ。今のはここ、Am G7 Am です。簡単バージョンでやってみましたということになります。でも、ここ、サビなんですけどね。はい。ここもね、本当はあのフレーズを弾きながら、歌えるといいんですけど、今のはまあひとまずコード進行だけでやったということで、一番最後の3つ目のバージョンはここもね、あのフレーズを弾きながらやろうというチャレンジをしてみようと思います。はい。これ今ね、メモってもらったり、で、動画の中のテロップ書いてもらったりしてもいいと思うんですけど、とにかく書いてご自身だけで演奏してみましょう。はい。それではね、出てくるコードの解説をしようと思います。入門コード5つですね。C と Am と F と、G7 と、Dm の、これもうめちゃめちゃ入門コード5個ですから、はい。まあ本当に初心者コードなんですけど、まあ、これをシェアさせてください。このガズレレ必須コード。これガズレレ必須コードというのはウクレレで音楽始めようかなと思っている皆さんに一番最初に覚えてもらいたい入門コードのグループ10個。10個もあるんですけど、まあこれ覚えておいたら本当素晴らしいことなんでね、最優先で覚えていただければと思います。その中の今日5個なんですけど、このガズレレ必須コード、以前私がめちゃくちゃわかりやすく解説しています。1個ずつ見たら簡単なんだけど、10個いっぺんに覚えようと思ってこんがらがっちゃうんで、ここのリンク先でこのガズレレ必須コード覚えていきましょう。はい。そして今のはシンプル簡単バージョンは4つ弾きで歌ってみたという、とにかく体験してみた、自分がウクレレ1本でバンヘイレンのジャンプ弾けるんだな、それだけでももうなんか今日はじっくり噛み締めるものがあります。ありがとうエドワード・バンヘイレンね。そんな感じですよね。はい。じゃあここからセカンドバージョンの方に入っていきましょう。セカンドバージョンはですね、どういうことか、8ビートのチャのリズムでやってみましょうということですね。8ビートのチャのリズム、こんな感じですね。上げろ、夏のみで、こんな感じ、軽やかなこうロックのドバーンス、ドンドンバーンス、はい、なると思います。そしてですね、一応8ビートのチャの弾き方、これはね、この後やる3つ目のバージョンでも基本は8ビートになると思うんですよね。まあ一応この曲自体が8ビートのノリなんです。はい、このリズムの弾き方、ここのリンク先行ってください。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページを1枚で、その中から8ビートのチャという動画、解説になっていますんで、もしっかりそこでマスターしてください。ちなみにこのね、8ビートのチャというのは、その基本である、8ビートというリズムができた上での話なんで、ストローク、これまだやったことないという方は、8ビートというリズムからまずチャレンジするのが順番になっておりますんで、ゆっくりじっくり取り組んで参りましょう。はい。そして、このセカンドバージョンからこのマーク出てきます。シンコペーションマーク、リズムが前にスコーンと食い込んでくる。じゃあちょっとイントロのフレーズを口で言いながらやってみようと思います。結構この辺からグッとシンコペーションの、入ってくることで難易度が上がると思います。まずはね、最初のメロディー口で言いますからね、イントロから1、2、3、4。はい。最初の C のは簡単ね。最初のシンコペーションは。スコーンと食い込んできた、これがシンコペーションです。これがね、いわゆる普通の一般的なシンコペーションですが、その後ですね、つてーでつてトントントン、ここはちょっとね、シンコペーションというよりは決めですね。 F がアップで入って、その次も Am もアップで G7 もアップで伸ばす、こんな感じですね。
タッツタッツターン、はい、これシンコペーションが2つ並んでるというところで、この辺がちょっとこの曲難しいかなと思うんですけど、ちょっともう一回やってみよう。ワン、ツー、スリー、フォー。このシンコペーション、そしてこのタッタッタは毎回結構入ってくる、まあ印象的なところなんでね。はい、このシンコペーションのフレーズなんですけど、 B メロでもですね、ちょっとこの特徴のあるリズムが出てきます。ちょっとやってみるとね、こんな感じ。ワン、ツー、ねね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 、ここのとこタンと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 ダーダー、はい、このテロップのこのまんまなんですけど、ここもまあシンコペーションというか、もうリフというか、もうフレーズになってますからね。ここもうちょっとゆっくりやろう。ワン、ツー、スリー、デンデンデン、ダンツ、ダンツ、ダンツ、ダンタ、ダンタ、ダンツク、ダンタ、ドーン。ここの Dm のところもシンコペーション。これがこう続いていくという感じで、なかなかリズムがこれ奥が深いんですよ。なんで、最初のイントロのところと、今の B メロのところ、特にこのシンコペーション、要注意ということでございます。ここら辺が決まると、かなりさっきのシンプル簡単バージョンからガッとね、レベルアップするんじゃないかと思います。やっぱりね、8ビートのちゃんとリズムでスピード感がすごい出ますからね。その辺がやっぱりね、もう気持ちがいい。やっぱりこのアメリカンハードロックのこうドライブ感はね、やっぱりね、バンヘイレンには必ず必要だぞということで、やってみようと、軽やかにね、やってみたいなと思うんですけど、ちなみにこのシンコペーションマーク、つい最近ね、もう濃厚なね、レッスン動画上げたばっかりなんで、さっきのね、リズムいろいろのところに行っていただくと、そこ、下の方に行くと、このマークのことを解説してる動画のところにたどり着けるんで、見てみてください。そういうわけでですね、バンヘイレンの追悼、バンヘイレンの曲、ジャンプ、セカンドバージョン8ビートの軽やかな、ドライブ感満載の、かっこいいバージョン、やってみる。One, two, three, four. I get up, nothing get me down. You got it tough, see the toughest one. Get it up.はい、かっこいいバージョン。やっぱり8ビートの方がもう、それはいいですよね。もうほんと、ルート66もアメリカの車、アメ車に乗ってドーッと走るみたいな。そういうやっぱね、独特のね、ドライブ感、やっぱあると思います。皆さん、大いに歌っていきましょう。さあ、こっから、今日のメインですよ。今日のメイン。あのフレーズ、ちょっと今弾いてみる。ワン、ツー、スリー、フォー。これ難しいですから最初に言っときますけど、これめっちゃ難しいんです。はい。一応これをボーン出しておきましょう。これはね、まあタブーというか、ちょっとこれわかるかな。これ一応タブーという楽譜が参考になるかなと。ちょっとね、バツとかね、伸ばすとか書いてあるんですけど、これはね、きっとこの表を見てるとわかってくださると思うんですけど、一応ここにタブーという楽譜の読み方をちょっと参考にしているんですけど、タブーの読み方わかんない方、こっち見えといた方がいいんで、まあ一応やっておきましょう。まずね、これ、5000、一番最初これ今印がついてるとこ、5000って書いてありますね。これね、5、ほら、1弦が5ってことです、これ。000ってことは開放でしょ？はい。はい。これ、この響きなんですね。その次、7000ですよね。そしたら、こう、7000、7フレット。要は、1弦の5フレットと、7フレットということなんですね。で、バツは、これ、カッティングなの。カッティング出ちゃった。カッティング。カッティングはですね、こんな風に音するんですけど、ちょっと最初のデモ演奏してみると、
このツッ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 、このこのクックッカチャって言ってるやつがカッティングなんですよ。これはね、なかなかこれが奥深い。このカッティングの弾き方はさっきのリズムいろいろのところに出てますんで、ちょっとこれは濃厚にやってみてください。今日はここからはもう相当ね、難易度高いですからね。で、カッティング難しかったらもう全部弾くのもいいと思うよ。ひとまずこのフレーズをね、やりたいという方は、このカッティングはひとまず、まあ、全部弾いていいということにしますけれども、一応だから、このメインフレーズは、バツバツ500、まず、チャッカ、バ、寸次もチャッカ、バでしょ。これわかるかな？ゆっくりやります。せーの。今のわかった？ツッツッダーツッツッダーツッツッ。はい。このね、このイメージわかるかな？5、7、はい。その次、ここが難しい。1弦から3、1、0、2って書いてあるんですけど、つまり、3フレットを押さえたまんま F を押さえるというイメージなんですよ。コードで言うと、ここから F に変わります。3と、ここと、ここと、ここ。こういう風ですね。こういう風。こういう。小指でもいいですよ。F を押さえながら、C の場所。1弦の3フレット。こう。これで、また、この次が大変。この F を押さえたまま、今度このね、1弦の3フレットのここ5フレットまで持ってきたいの。ここが一番難しいっす。F を押さえたまま1弦の5フレット。なので、これをこういう風に角度を回すか、あるいはこう握ってる人は相当小指をこうガーッとこう引っ張らないとこの5指届かないんで、ガズでもさすがに今回はクラシックフォームみたいにくるっと回転させると思います。ちょっと最初からやってみると、今の方。F 押さえて3フレット。ここの F 押さえたまんま1弦の5フレット。ここが一番難しいんです。今日ここ一番難しい。はい。その次は簡単になる。また5000だって。ガーンが、ここシンコペースト。ガーン7。5000から7007にスーンとこう伸ばす。シンコペーションで食い込んでくるリズムですね。はい。ここまで最初からやってみます。せーの。つつゴーつつなな、F を押さえ、タッ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 タ。難しいよ。はい。このシンコペーションが混ざるところもキーポイントですかね。その次が、テンダッツッツ、3000ってことはこれ C なんですね、ここは。その次、一回バツがあって、F。0102って F なんですよね。で、次 Am 行って、次 G7。つまり、ここの最後のところは、さっきのセカンドバージョンでやった、これです。このまんまなんです。F、G7、Am に置き換えることができます。まるでこのままですね。はい。これが、まずひとまずワンセット。ちょっとめっちゃゆっくりやるからね。これ分割して皆さんやってみてください。ワン、ツー、スリー、フォー。です。はい。もうちょっとやろうか。せーの。こんな感じになります。これは、じっくり何回もやるにつきます。もうこれしかね、方法ないんですよ。僕も、もうガズさんでもここね、見てないとちょっとこれ、ね、さすがにこれ、カメラ見ながらちょっと弾けないな。あ、弾けちゃったけど、見たくなるやつです。7とかね、これ5に伸ばすとかね、この F を押さえながらこの5フレットが一番ちょっと難しいかな。そして、一番最後フレーズがちょっと変わります。一番最後のやつだけやると、今度ね、12フレットが登場する。1弦の12フレット。はい。ここはなかなか使うことない、ね。やってみますよ。はい。今の分かった。つく、12、10。つつ、パツツ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 、パーンなんですよね。ここはちょっとね、連続技。この7000からは前半やったパターンのところと全く一緒ですからね。これで、ね、
が3FAmG7 ですね。もう一回ゆっくり、ということになります。ちょっとじゃあ超ゆっくり最初から通して、4回分回してみようと思います。1、2、3、4。ということで、はい、これが一応ワンセットですけど、まあ前半のパートのところが一応メインですね。はい、そしてですね、なんとこっからはちょっとチャレンジ企画なんですけど、今日のね3バージョン目はですね、このフレーズを弾きながら A メロを歌ってみようかな、サビと A メロね。ちょっとでもね、さっき試したんだけど英語はちょっと無理だった。だからニャニャニャで歌う、もうニャニャニャじゃないと無理だった。これね、これリフって言うんですけど、これリフを弾きながら歌うつうんですけども、ここまでのリフを弾きながらっていうのはね、なかなかこれはですね、ちょっと今日は無理だったな、ちょっと僕も個人的に練習しようとは思うんですけど、ちょっとニャニャニャでできるから、もう結構もうこれはね、もう勢いですから。はい。とにかく今日このワンフレーズ、歌はね、もうこれほんと難しいから一緒に歌うのは。だからニュアンスニャニャニャぐらいだったらちょっとガズもできる、なんとかできるかなと思うんですけど、もう ガズさんもこれ結構ね、大変なんですよ。だけどちょっとチャレンジしてみようと思います。はい、できるかわからないけれども、今日はもうどうしても今日やることに意味があるなと思って、エドワード・バンヘイレン、ありがとう。そんな感じでやってみよう。このフレーズをじっくりものにして、できればね鼻歌でもねいいからね、こう歌いながら、サビだったらやっぱこれ歌いたいもんね。やってみましょう。バンヘイレン追悼ジャンプ、ガズレレ流超かっこいいイントロフレーズバージョン、やってみる。 1,2,3,4。 気持ちよかった。ハマるときはすごい気持ちいい。これはだからまあじっくり僕もね、長い時間をかけて取り組んでやってみようと思います。さあ皆さん、この音楽やる楽しさ、周りの方にもぜひお伝えください。その時にこのガズレレ YouTube チャンネルもぜひご活用いただければと思います。初心者の方でもどんどんできる、みんな巻き込んでね、次会うときにはみんな笑顔で音楽できるような、そんなのが、ね、素敵かなと思います。ガズレレ YouTube ご活用ください。チャンネルにいいねだとかチャンネル登録、ぜひともよろしくお願いします。そしていつもガズが使ってるこのガズのわがままウクレレなんですけど、今
今大好評、予約受付中です。ご興味ある方、ガズレレ公式ホームページから、ちょっと覗いてみてください。そして、今現在ご注文いただいてお待ちいただいている皆様、大変お待たせしております。今日もベトナムでモジャ君はじめベトナムの G ラボチームが、もう本当愛を込めてね、このクレール生み出しておりますので、もう少々お待ちくださいませ。あとね、もうガズレレいろんなことやってるんですけど、さっきもご紹介したガズクラブも今ね、500名を超えるメンバーで盛り上がってるっていうのもあったんですけど、このガズレシピ、これはね、アプリなんですけど、ガズレレの。こっちも相当ね、いいですよ。曲もすごくどんどん随時追加されてますし、メトロノーム機能とか画面がスクロール、自動スクロール機能とかついてて、これもね、ご活用していただけるユーザーの方がすごく増えております。これはホームページにね、やっぱ書いてありますんでね、大体、ホームページを見ていただくといろんな情報がわかると思います。そしてガズレレではいろんなグッズがあるんですけど、このキャップだとか、T シャツ、このストラップもですね、これ、前半に小杉さんのハンドメイドです。こういうしっかりしたレザーのね、ところもついてるし、あとここに挟まってるこれはね、水引きなんですけど、これ実はガズの両親のもう世界一個ずつのオールハンドメイドなんですよ、これ。うちの両親は長野県飯田市っていうところの、私の出身地なんですけど、もうそこでね、40年、50年この水引きに携わってるんでね、これね、ぜひ皆さんこういうのね、ホームページにゲットしてください。あ、そしてあと忘れちゃいけない、このガズレレのリュックサック。ここにほら、わかる？ガズレレってプリントが入っていて、これリュック型ウクレレケースでコンサートサイズまで入るという画期的な商品で、これすごく皆さんご注文いただいてるんですけど、もうあとちょっと残りが少なくなってきました。で、これどういう作りになってるかというと、これでダーッと開けるとですね、こんな感じになってます。中は広くて。で、これ楽器のケースですんで、これもすごく分厚い素材を使っててね、しっかり楽器を保護してくれるっていうのと、あとこれね、取り外し可能な脱着式のポーチがついてます。こっちはチューナー入れたり、カポ入れたりとかできるかなと。で、これはですね、譜面台が入るんですけど、これ別に譜面台じゃなくてもいろんなもの入れられると思います。はい。そしてこれパッと収納すると、もうね、オールブラックなんで結構なってるから、まさかウクレレが入ってるとはきっと思われないっていうのもあるし、これ見て、ここに横にハンドルがあるんで、ビジネスマンの方もこうやって持って歩けるんじゃないかという、本当スタイリッシュにこのウクレレを持ち運ぶ。これはね、もうぜひおすすめしたいガズレレのリュックサック、これもよろしくお願いします。あと忘れちゃいけない、この本たち、はい。これはリットミュージック社から出ているガズのね、教則本とか楽譜、音楽のね、楽譜がいっぱい載ってる本なんですけど、もうこれ3冊合わせて、なんともう超ベストセラー商品になってまして、この3冊で今ね、9万8000部とか、9万9000部近くの出荷になってるんですよ。これ本当わかりやすくて簡単なんで、はい。ぜひ皆さん、こういうのをご活用していただいて、皆さんの音楽が、さらに輝くようにね、なんかいろいろ考えていきたいと思います。ガズレレ YouTube チャンネルの方もね、ぜひこれからも引き続きよろしくお願いします。どんどん音楽やろう。音楽聴くより、やる方が楽しい。ガズレレの合言葉ですよ。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。